はい、よろしくお願いします。今回はふくらはぎのトレーニングを紹介します。まあ、自分がやってるものですね。あまり高頻度では鍛えてないんですけど、まあ、2、3週間に1回ぐらいの割合で鍛えてます。もちろんふくらはぎをしっかり鍛えたいという人はもうちょっと頻度を高めて、まあ、週に 1、2回しっかり自分の伸ばしたい部位部分を集中的にこう強化していく期間を設けていきましょう。で、最初はまあプライオジャンプ的な、まあ、プライオメトリクスですね。いわゆる瞬発力を高めるようなワークアウト、そういったものからやるようにしてます。まあ、踏み込む時の力だったりスピード、瞬間的な力の発揮に役立つトレーニングになります。まあ、15センチから20センチぐらいの段差で大丈夫です。まあ、台の上に乗ったところから着地して、なるべく爆発的な力で再び台の上に飛び上がります。この時床についた時の設置時間をなるべく短く、まあ、筋肉が伸び縮みして力を発揮するんですけど、その伸び縮みの動きをなるべく小さな動きで大きな力を発揮する、そういったイメージで行ってください。初心者の方はその場でやるだけでも大丈夫です。まあ、連続して目安として10から20回の範囲で 2、3セット行ってみてください。それからカーフレイズをやっていきます。これも段差なしでその場でもできるんですけど、なるべく筋肉を伸ばして縮める、しっかりストレッチをかけたところから行っていきたいので、段差を使ってやっていきます。で、先ほどのプライオメトリクス系のトレーニングと違って、今度はしっかりなるべく大きく動かしていくように、まあ、いわゆる一回一回効かしながら行っていきましょう。基本的に足はもう自然なまっすぐ向けた形で大丈夫です。自分の場合は20回をちょっと超えたぐらい、やばいってなってから数回追い込むぐらいの感じで行ってます。つま先を開いた状態で行うと、まあ、より内側に効いて、つま先を閉じて内側を向けた状態で行うと、ふくらはぎの外側の筋肉を鍛えることが、まあ、そちら側の負荷を強めることができます。自分の場合は各2セットずつ、まっすぐ向けた状態、外を向けた状態、内側を向けた状態の2セットずつやることが多いです。もしふくらはぎの筋肉でこう内側と外側で結構発達の違いが気になるという人は、まあ、例えばふくらはぎの外側の発達の遅れが気になる場合は、つま先を内側に向けた状態で3セット。これを先に行って、あとは真ん中を向けた状態で2、3セット行う程度で大丈夫です。あとはポゴと呼ばれる、まあ、カーフジャンプですね。これもたまに行います。まあ、ダンベルを持ってジャンプをすることで、着地、それから飛び上がる時も強い力の発揮、そして筋肥大にも役に立ちます。まあ、プライオメトリクス系のトレーニングやこういったポゴ、カーフジャンプはジャンプ力のアップにも、直接つながってくるので、ぜひジャンプ力を高めたい人はトレーニングに取り入れてみてください。あと、まあ、強い負荷をかけすぎたりやりすぎて怪我をしないように注意して行ってください。各1セットずつ程度であれば毎日やっても大丈夫です。まあ、追い込んだり疲労を感じるほどトレーニングをする場合は2日3日休んで、それから行うようにしてください。ということで、まあ、ふくらはぎを鍛えてしっかり引き締めたい人や、瞬間的な力の発揮、瞬発力やジャンプ力を高めたい人はぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。